白井翔二郎は日本のスーパーセンテナリアンの男性。男性長寿日本一であった。1909年生まれ、滋賀県高島市に暮らす。2016年に県内最高齢男性となる。2016年9月時点では耳が遠いが身の回りのことは自分ででき、食事の好き嫌いもない。2016年に初めて要介護認定を受け、デイサービスに通い始めた。 2018年時点では、次男夫婦と同居し、身の回りのことは自分ででき、知事選の期日前投票にも行っている。趣味は、新聞や歴史に関する本を読むことだった。2020年4月、ともえ一作の死去に伴い、110歳169日で国内最高齢男性となる。2020年6月、大分県大分市の段上五郎の死去により、 1900年代生まれの最後の日本人男性となる。2020年8月11日に死去。110歳288日没。没後の半月間は親族の意向で公表されなかったが、8月27日に滋賀県が発表した。次の国内男性最高齢は、 茨城県下妻市在住の福西はじめとなったが、11日後の8月22日に死去した。白井の死去より、1900年代生まれの男性は、全員この世を去った。県内最高齢、19日は、敬老の日男性は106歳、白井さん、死が、毎日新聞、2020年4月15日閲覧。最高齢、 おめでとうもうすぐ敬老の日白井翔二郎さん108歳、早藤松さん109歳に、岩井金高島、氏が、毎日新聞、2020年4月15日閲覧、男性の国内最高齢高島氏の白井さん死去、朝日新聞デジタル、2020年8月28日閲覧、男性の国内最高齢者死去110歳、愛知の智恵さん、 日本経済新聞電子版。2020年4月17日閲覧。男性の国内最高齢者が死亡亡くなる時点で、110歳。京都新聞。京都新聞。2020年8月28日閲覧。国内男性最高齢110歳。福西はじめさん死去しも妻百105歳まで幼稚園長。茨城新聞茨城新聞社。2020年8月26日。 2020年8月26日閲覧、ありがとうございます。